果樹。水上滝太郎。相原新吉夫婦が玉宗寺の離れを借りて入ったのは9月の末だった。残暑の厳しい年で、寺の境内は汗をかいたように、昼日中、未だに油ゼミの声を聞いた。二人は、それまでは飯蔵のタバコ屋の2階に、一緒になって間もなくの、あんまり親しくするのも恥ずかしいような、他人行儀のうせきれない心持ちで暮らしていた。人の家の部屋借りをしていると、何かにつけて心遣いが多く、そのために夫婦の間に、夫は妻に対し、妻は夫に対して、当たり前以上の遠慮があった。田舎の商業学校を卒業して、しばらく役場に勤めていたけれど、将来の望みもなく、もともと跡取りの身の上ではなかったから、東京に出て運を試してみようという気になって、新吉がふるさとを出てから12年になる。小学校では球長を務めたこともあるし、商業学校でもいつも平均点は高だったから、もしも学士が豊かならば大学まで行きたいのだったが、それは許されない望みだった。郷里の先輩で相当の地位の役人をしているのに口を聞いてもらって、現在勤めている銀行の最下級の行員となって、夜は神田の私立大学に通った。東京に行きさえすれば、腕次第でどしどし偉くなれるように考えたり、球長だったというだけのことで人に優れているように思い込んでいたのなどは、夢よりも儚く消えてしまった。いい学校と悪い学校の区別もなく、大学という名前の魅力に誘われて大したもののように想像していたところも、至って無責任なものであった。3年間の夜学を終えて免状をもらった時も、これで明日から苦しい思いをせず、銀行が引けさえすれば楽々と手足が伸ばせるという安心があったばかりだ。別に学力が増したとも考えられなかった。それでも銀行の方は人一倍真面目に勤め、おとなしい正直な事務員として上役にも目をかけられ、毎年3円5円と昇給して、わずかながらも貯金もできた。一体に辛抱のいい方で、その間6年間タバコ屋の2階にいた。朝は早く、夕方はきちんと帰り、夜遊びなどは一度もしたことがなかった。月々の雑誌を2、3冊取って、初めから終わりまで丹念に読むのが楽しみの一つで、日曜祭日にも郊外を散歩するくらいが関の山だった。タバコ屋のおばあさんは、いかに新吉が真面目で勉強家で身持ちが正しいかを、隣近所に吹聴をして回った。おばあさんには息子が一人あるのだが、ある保険会社の台湾支部に勤めていた。孫の顔も見られない寂しさから、新吉を我が子のように可愛がった。新吉に妻を世話したのもおばあさんだった。おときはおばあさんの念仏友達の近所の菓子屋の隠居の遠縁の者の娘だった。うちは日本橋の裏通りの小さな下駄屋で、
女学校には3年まで通ったが、生意気になっては困るという両親の意見で、学校を辞めて大名家族の屋敷に行儀見習いにやられた。16の年から20歳まで勤めたが、病気をして宿に下がってからズルズルになって母親の手助けをしていた。菓子屋の隠居が何かのついでにおときの話をしたとき、タバコ屋のおばあさんはすぐに新吉と結びつけて考えた。最初のうちこそまだ早いとか、二人になっては暮らしが楽ではないとかうじうじしていたが、おばあさんが借りてきて見せた写真はまんざらでなく、みすみす断るのは惜しい気がした。どうせ一度はもらうものならという気になって、案外手っ取り早く話は決まってしまった。それを機会に一軒うちを持ちたいとも考えたが、先方でも当分は二階借りで結構だというので、そのままタバコ屋の二階の六畳に、不自由ながらも楽しい日を送ることになった。それが今年の春のことだった。最初のうちはおばあさんも、自分のうちに嫁が来たような物珍しい喜びを感じたが、それは長くは続かなかった。二階の二人が自分を邪魔にしているという疑念に煩わされるようになった。うちの相原さんも千の頃とは変わりましたよ。などと近所の者にも告げ口するようになった。本当に新吉の生活も以前とは少しは変わった。たまには二人で活動写真を見に行ったり、新吉の銀行の帰りをおときが途中で待ち受けて、どこかでご飯を食べてくることもあった。それがいちいちおばあさんの気に入らなかった。二階の二人も曲がりの窮屈に悩んでいた。ことに新吉は、6年間おばあさんの親切には心から感謝していたのに、にわかに嫌なことばかり目に立って、しみじみ他人の家の狭さを思い知った。それでも長い間世話になり、もともとおときと一緒になったのもおばあさんのおかげなのだから、結婚して間もなく出ていくのは心がとがめて言い出せなかった。その点にかけてはおときの方は、さほど世話になったという考えも深くはないので、どんな裏長屋でもいいから一軒構えたいと年中せがんでいた。せがまれるとおときを喜ばせたい心が強くなって、新吉も一層思い切ってそうしようかとも思うのだが、生来のおとなしさと人一倍義理や恩義には固い方なので、ぐずぐずに一日一日伸びていた。ところが幸いなことに、台湾に行っていたおばあさんの息子が、突然本店詰めになって引き上げてくることになった。いずれは別に一軒構えることになるかもしれないが、当分の間おばあさんと一緒に住むということで、新吉夫婦はおばあさんの嫌な顔を見ずに引っ越すことができるようになった。いざ探すとなると、菓子屋も思うようには見つからなかった。新聞の広告欄を見たり、終戦屋の前に張り出してある掲示に足をとどめたり、日曜には二人であてもなく山の手を歩いたりしたが、結局銀行の同僚が白金の寺の離れが空いていると教えてくれたので、夫婦で行って見て決めてしまった。
お寺は高台の崖に臨んだところにあった。古川を差し挟む町々を見下ろし、雑木の多い矢座部台と向かい合っていた。大して大きな寺ではなかったが、庭は広く、貸し屋の目的で建てた離れは、六畳と四畳半と三畳というささやかなもので、不審も粗末だったが、日当たりも風通しもよく、樹木や草花のおびただしく植えてあるのを我が物にして、夫婦二人きりの住居にはこの上もなく思われた。今までいた飯蔵のタバコ屋の二階では、障子を開けると、目の下の神谷町から西久保へかけてトタン吹きの屋根の照り返しが強く、息の詰まる思いをしたのに比べると、カゴから逃げた小鳥の気持ちだった。他人混ぜずの朝夕を迎えて、二人は本当の夫婦の情愛を初めて知った。少しずつ書体道具を買う楽しみも深かった。三田の縁日の晩に、金がね欲しいと思っていた長火鉢を買った時は、新吉もおときもすっかり興奮して、帰りはお互いに話す声も高くなり、人通りの少ないところでは固く手を握り合った。双方から感謝したい感激で胸がいっぱいだった。次の日、新吉が銀行から帰ると、留守の間に届いていた長火鉢に鉄瓶をかけて、おときは赤ん坊にお湯を使わせる母親のように、ほとんど抱きかかえる形で、大事に大事に布巾をかけていた。二人にとっての苦手は、お寺の大黒のしつこいほど口数の多いことだった。60近い和尚と、先父の子だという16、7の娘と、たった一人の弟子坊主を意のままに動かしているしっかり者で、自分の目から見れば世間慣れない夫婦を指導してやろうという心持ちが露骨だった。まだよそ行きらしい夫婦仲を、先輩が後輩に望む態度で面白がっていた。無口で恥ずかしがりのおときはまるっきり威圧されて、大黒と顔を合わせることを避けよう避けようと努めていた。昼間新吉の留守に裏の井戸端で洗濯しているときなどは、向こうも退屈しきっているので、下駄を突っかけてきてはそばでおしゃべりをしていた。和尚は門番の寺男と年中碁を打っているし、娘は女学校に通い、弟子坊主も四角い帽子をかぶって宗教大学に通っているので、大黒は話し相手に飢えていた。書式が高くなってお寺の経済の苦しいこと、和尚がボケてしまって頼りにならないこと、この前離れを借りていた小学教員夫婦の悪口などを繰り返して聞かされるのはまだしもだったが、新吉夫婦に関わる内輪のことを根掘り葉掘り聞かれるのには、おときも弱りきっていた。いつどういうふうにして一緒になったとか、新吉の月々の収入はどのくらいだとか、立ち入った質問を受けると、おときは顔を赤くしてうなだれるほかに活路を見出せなかった。私、お寺の奥さんには本当に困ってしまうのよ。あなたの月給はいくらだなんて聞くんですもの。新吉が帰ってくると救われたように気強くなって、おときは昼間大黒にしつこく悩まされることを訴えるのであった。つい言葉に力が入りすぎると、お寺の離れに住むのを厭うような口ぶりさえ漏らした。そりゃあひどいな。
だけどそのくらいのことは仕方がないよ。こんな借家はちょっとないぜ。僕は飯蔵にいた時に比べると、頭は休まるし食欲は旺盛になるし、めきめき健康が良くなったように思う。そりゃそうですけどね。だってあんまりなんですもの。そうは言うものの、新吉と差し向かいで晩飯を食べ、日が陰るとにわかに涼しくなる頃の縁側で、虫の声の他には何の物音もしない広い庭から、崖の下の町に明かりの灯る景色を見ていると、湯治場にでも行ったような豊かな心持ちになる。銀行の連中でこんな広い庭を持ってる人なんかありゃしない。まず、頭取と支配人だけだろう。僕は田舎に育って、子供の時分、植物や昆虫の興味を先生に吹き込まれたが、久しぶりでこうしたところに住むと、木や草を見るだけでも気がせいせいする。それにしても、飯蔵はひどかったからな。タバコ屋の2階の窓に据えておいた朝顔の鉢は、引っ越しの時に持ってきて縁先に置いたが、今では花もすがれてしまった。儚いその一鉢さえ、トタン屋根の景色を背景にしては、毎朝開く花の色に相当深い愛着を持ったのであった。私は騒々しい街の中で生まれたので、木の名なんか何にも知らないんですよ。だって屋敷にいた時は広い庭があったろう。そりゃ何千坪って言うんですから広いには広いんですけれど、ただ立派なお庭だと思っただけでしたわ。よくお庭掃除のじいやさんが、あの松一本でも千円の値打ちがあるなんて言ってましたけれど。このお寺には珍しくいろんな木がある。僕が一つ一つ教えてやろうかな。ええ、教えてちょうだい。二人は縁側に並んで腰掛けて、黄昏れた庭に向かっていた。あの門を入るとすぐ右手の木は知ってるだろう。あれなら知ってるわ。銀杏の木でしょ。そんなら本堂の前のは、サルスベリ。なかなか知ってるじゃないか。それではあそこに見える一番背の高いのは、ああ、あのたくさん鳥の来る木ですね。わからないわ。えのきさ。すっかり夜になってコオロギの声のしげくなるまで、飽きずに植物や虫や鳥の話をした。新吉はほとんど何も知らないと言ってもいいおときに対して、自分の知識の豊富なのが嬉しかった。おときにしても、何を聞いても知っている新吉が頼りがあって嬉しかった。それがきっかけになって、新吉はいろいろの木や草や鳥や虫の名をおときに教えるのが楽しみの一つになった。寺の地面のうちだけでも、松、杉、楓、イチョウなどのほかに、シイ、カシ、エノキ、ムク、トチ、ホウ、エンジュなどの大木に混じって、桜、梅、桃、すもも、ゆすら梅、栗、びわ、柿などの季節季節の花の咲く木や果物のなる木があった。草花には、萩、桔梗、菊、すすき、桂頭などの秋のもののほかに西洋種も多く、
今はサルビアが真っ赤に咲き誇っていた。えのきの高い梢にはヒヨドリが群がってきた。イチョウのてっぺんでモズの高鳴く日もあった。竹村に絡まるカラスウリをつつきに来るカラス。縁側の上まで寄ってくるスズメ。庭木の細かい枝をくぐるヒワやシジュウカラの姿も目に留まった。おときは新吉の指さす木の枝に可愛らしい小鳥の姿を見つけたときなどは声を上げて喜んだ。そういうことに喜ぶ自分というものを初めて知った。自分が喜べば夫が満足することも一層嬉しかった。全く今まで知らなかった興味が野原にも藪の中にもあることが分かった。けれどもおときが弱ったのは虫の多いことだった。蚊帳の用意がなかったので10月の半ばまで難渋した。蚊ばかりではない。名も知らない虫が明かりを慕ってくる。蝶々蛾の類に属するもの、ウンカ、カマキリ、カナブンブンなどは、おときの顔にぶつかったり、髪に止まることもあった。ぎょうさんな声を立て、顔色を変えて逃げ回ったが、新吉は平気で指でつまんで縁側から捨てた。彼は決して殺さなかった。虫なんてそんなに怖いものじゃない。よく見てごらん。みんな素晴らしく巧妙にできている。僕なんか可愛らしくてたまらないな。小鳥だの金魚だの、ああいうものを可愛がるのと同じように、こんな小さな虫も可愛らしいと思う。そう言って、吹けば飛ぶような虫を手のひらに乗せて、長い間見ていることもあった。羽を微妙に震わせたり、足をすり合わせたり、目玉をくるくる動かしているのを、新吉はおときにも見せて面白がった。いくらあなただってカマキリは憎らしいでしょう。あいつはいいやつだよ。大きな時代遅れな武器を持って威張ってるくせに、どこかにひょうきんなところがある。虫で嫌なものはまずないな。あら嫌だ。私蛇を見るとゾッとするわ。蛇は綺麗だ。地面を火の波のようにうねっていくところなんか、人間のダンスなんかよりよっぽどいいや。あなたって変な方ね。おときは全く理解できないように言ったが、心の中では、夫の何事にも細かい観察を忘れないで、面白みを見出すのは広い心のゆえだと思って感心した。相原は不思議なんでございますよ。植木だの草花が好きなのはわかっていますけれど、小さな虫まで可愛がって決して殺すようなことはいたしませんの。いつも向こうから話しかけられて受け答えばかりしているおときも、密かに自分の夫を誇る心持ちを交えて大黒に話した。蝶々やトンボならようござんすけれど、蛇だのムカデだのカナブンブンまでお友達かなんかのように思っているんですもの。まあ蛇ですって。嫌だ嫌だ。私なんか聞いただけでもゾッとしますよ。大黒は薄い眉毛を寄せて怯えた表情をしてみせた。
それがおときにひどく勝ち起こった気持ちを与えた。いただくものにしましても、お魚や肉よりも野菜の方が好きですし、お菓子なんぞには手も出しませんが、果物は大好物でしてね。自分は山が育ちだから、何でも土に近いものが好きだなんて申しておりますの。新吉に聞いて初めて知った木や草の名前を口にしたり、指さして示すときは少なからず得意だった。10月も半ばを過ぎると、落葉の早い青霧、鳳凰、桜などはほとんど散り尽くし、他の樹木も枝が薄くなって、空いて見える秋の空がくっきりと高かった。夫婦が借りている離れの前の黄ばみ始めた雑木に混じって、見事な柿の木が一本あった。鈍重な感じのする大きな厚い葉に、夏中は日光が鋭く照り返したが、今はその葉も艶と光を失って、黄色く乾いたのは力なく土に落ち始めた。その代わり、葉陰に隠れていた柿の実は色づいて、枝は重さを支えかねるようにたわんできた。あの柿の実が毎日赤くなっていくのを楽しみにしていましてね。朝雨戸を開けると、きっと縁側に立って見ておりますの。ふるさとの家の瀬戸によくなる柿の木があったので、目の前に柿の実のあからんでいくのを見ていると、子供の頃のことまで思い出すと言って、新吉は朝日に光る梢を懐かしそうに仰ぎ見ていた。おときはその柿の木を指さして、この寺内に果樹の多いことがいかに自分たち夫婦の心を楽しくさせるかを大黒に話した。相原さんはそんなにも植木がお好きなんですか。それでもあの柿は見かけばかりで渋柿なんですよ。大黒も西日にテラテラ光っている柿の実の鈴なりになっている梢を見上げた。まあ、あんなに大きな見事な柿が渋いんですか。あれほど赤く熟したのが渋いとは全く思いもかけなかったので、おときは何のわだかまりもなく目を見張った。本当に見かけ倒しなんですよ。渋いの渋くないのって。おやおや、それじゃあ食べられないんですか。食べられるもんですかね。大黒は現在口の中が渋くてたまらなそうに、大きな先の太い鼻を中心にして顔中をしかめた。その様子が真に迫っていると言って、おときは背中を車エビのようにして笑った。その日、新吉が帰ってきて、差し向かいで楽しい食事をした後で、いつもの通り縁側に布団を並べて茶を飲みながら、おときは庭先の柿が渋柿だということを伝えた。そうかしら。僕はそうは思わなかったがな。新吉は腑に落ちない様子で、暮れ残る空に柿の実のつぶつぶ数えられるのを見上げて首をかしげた。だって今日のお昼、お寺の奥さんがそう言っていましたもの。あの人ったらこんな顔をして、本当におかしかったわ。おときは大黒がしてみせた渋い顔を真似して、
自分でおかしくなって吹き出してしまった。柿の実はその葉が黄色く枯れて、散れば散るほど赤さを増して、晩秋の空にいかにも日本特有らしい風情を見せていた。新吉はそれが渋柿だろうとなかろうと、何の変わりもなく、晴れた日の空の色と、ちっとも曇りのない柿の実の光と、脱俗した枝ぶりとを愛した。寺の門の外の往来からも、その梢の赤い実は土塀を越えて見えた。近所の空き地に集まる子供たちの冒険と欲張りとの混じったいたずら本能は、そのために刺激されたものと見えて、真っ昼間、ひっそりとした寺内の様子を伺って、イタチのように注意深い目を四方に配りながら、竹竿を持って忍び込んできた。石を投げる者、竹竿で叩き落とそうとする者、みんなが狡猾な顔つきをして、緊張した手足を迅速に動かしていた。寺の者は気がつかなかったが、縁近い日当たりで縫い物をしていたおときは、子供たちの老跡をいち早く認めた。そんなことしちゃいけませんよ。相手は小学生だとは思っても、それだけ言うのが精一杯だった。言ってしまってから、自分の顔の赤くなるのを感じた。不意に声をかけられたので、子供は一斉に振り返って、一時はちょっとためらったが、おときの規制を見て取ると、相手によって現金に変わる子供特有の図太さで、平気でまた竹竿を振り回した。実際の重量よりも重たい響きを立てて、真っ赤な柿が土に落ちる。構うもんかい。やれやれ。さすがに声は潜めながら、お互いにそそのかし合って、バラバラ石すぶてを打つ者もあった。おときは膝の上のものを畳に置いて縁側まで出て行った。およしなさいったら叱られますよ。一生懸命でもう一度声をかけたが、何の甲斐もなかった。子供たちの素振りには馬鹿にしきっている色が明らかだった。あんた方、そんなもの取ったって食べられやしないのよ。渋柿ですとさ。嘘だい、食べら。一人のやつは、懐に盗んでしまってあったのを取り出して、いきなりがぶりとかじりついた。おときは自分の育児のないのを情けなく思いながら途方に暮れて、子供たちの暴虐に枝を震わせている柿の木を痛々しく眺めていた。相手は大人には違いないが、声も顔つきも優しい女なので、いたずらっ子はすっかり飲んでかかっていた。咎める人の目の前で平気で柿を叩き落としてやるのが、自分たちの勇気を示すことのように痛快に思われた。何のはばかりもなく掛け声をして、柿の枝をバサバサぶった。こら何をする。突然栗の方から声を震わせて大黒が現れた。手に桑の柄のような硬い棒を持ち、太った体を不格好に波打たせ、血相を変えてきた。その勢いにすっかり怯えて、
子供たちは干潟のヤドカリのように慌てて逃げ出した。大黒はどこまでもと追いかけていったが、子供の方が素早くて、たちまち門の外にちりぢりに散ってしまった。鬼ババア、取ったぞ取ったぞ、かきむつ。塀の外で節をつけて生やしたやつがあった。取ったぞ取ったぞ、かきやつ。今度は獲物の数を増やして2、3人声を合わせてからかった。その合唱をしつこく繰り返しながら、子供たちは遠くへ逃げていってしまった。畜生、育ちの悪いガキったらありゃしない。未練らしく往来の方を振り返り振り返り、せいぜい呼吸を弾ませて、大黒はようやく戻ってきた。まあ、こんなに荒らしていってさ。柿の木の下に立って、落ち散った枝や葉をいまいましそうに見ながらブツブツ言っているのが、おときにとっては自分の監督不行き届きを叱られているように感じられた。一旦部屋の中に入って、障子も閉めてしまおうかと思ったほどだったのが、ことさら縁側へ出て、自分の方から声をかけないでは済まされなくなった。本当にひどいんですよ。いくら私がいたずらしてはいけないって言っても聞かないんですもの。そんなこって聞くもんですかね。今度来たらひっぱたいてやるから。いつまでも寂しくなった木の梢を見上げて、誰にでも渡り散らしたい腹の内をあからさまに厳しいことを言うのであった。子供って仕方のないものですね。私がそれは渋柿だから取ったって食べられやしないって言ったんですけれど、ガリガリかじってみせたりして。おときは言い訳がましく気の弱いことを繰り返して、心の中では情けなく思った。新吉が帰ってくると待ち構えていて、その日の出来事を話した。だっていかにも私が育児がないから柿を取られたんだっていうような口ぶりなんですもの。あの大黒さんも随分だわ。味方を得た嬉しさで、しきりに自分の弁護と大黒のどぎつい態度を非難した。普段はお寺の奥さんと呼んでいたのが、大黒さんだの、大黒だのと言った。子供は仕方がないな。すっかり葉の落ち尽くした骨のような枝の先に、熟しきった赤いやつの鈴なりになってる景色が秋の風情なんだがな。あくまでも自分の目を楽しませ、心を慰めるものとして懐かしがっていたのだから、子供の暴虐の後をわざわざ庭に出て見届けてきた。なあに、それほどのことはないよ。たかが5つか6つ落とされただけだろう。さも安心したらしい様子で家の中へ引っ返してきた。渋柿なんか少しくらい取られたっていいじゃありませんかね。大黒の態度がいつまでも心に残っていて、楽しい食事の間にもおときは悔しがっていた。その頃、おときは初めて自分の体にただならぬ変化の起きたことに気がついた。末の妹の生まれるとき、
山賊で母の浅ましく苦しむのを見たり、その後も日弱くて年中両親に心配ばかりかけているその子のことを思うと心配だった。何ということもなく、夫に大きな負担を負わせてしまったような気がしてすまないと思うと言い出しにくかった。それでも黙ってもいられないで、私子供ができたのかと思うの、すみませんが、と夫の顔色を伺いながら切り出すと、新吉は上機嫌で、すみませんとは何のことだい。僕は子供は大好きだ。と言って、さも面白そうにおときの言葉を笑った。そう聞くと、おときは自分の体内に夫の愛情が形になって宿ったような気持ちがして、にわかに我が身が愛おしくなった。あなたに似て利口だといいわね。などと言って、心から楽しみに思うようになった。夜が寒くなって、ただでさえ人肌の恋しい頃、妻がただならぬ体になったということが、夫婦の仲を一層細やかにした。子供たちが最初に柿を盗みに来てから四五日しか経たないのに、二度目の冒険を企ててまた忍び込んだ。その時は幸いに、いつもは裏の墓地で草をむしっている門番のじいやがたまたま追い払った。急を聞いて駆けつけた大黒は、またしてもおときの耳の痛くなるような声を張り上げていたずらっ子を罵った。自分の心持ちからも多少神経質になっているおときは、それをひどく気にした。あなた見たように眺めて楽しむ気もないくせに、どうしてあんなに惜しいんでしょう。渋くて渋くて食べられないっていうのに。たかだか柿を盗みに来る子供のいたずらに、和尚も弟子坊主も娘も寺男も呼び集めて生きり立つ大黒を、おかしがるだけの余裕はなく、自分自身が罵られていたように忌々しかった。誰も知らないうちに子供たちがみんな取ってしまえばいいなどと腹の中では考えていた。その日寺の者は柿の木の下に集まってしばらく評議していたが、やがて弟子坊主と寺男ははしごを担いできて、若い方が学生服のズボンにシャツという姿になって高い枝に登った。下では大黒と娘が御座の四隅を持ち、上からちぎって落とす柿を受けていた。老僧も監督するような形で懐手をしながら日向に立って眺めていた。おときはかかり合いになるのを恐れて、障子の中で針仕事をしながら、時々隙間から覗いてみた。よほど経って、何かガヤガヤ話しながら、みんなの足音が入り混じって栗の方へ引き上げていった後で、障子を開けて縁側に出てみたら、無数に赤く日に光っていたのが、一つ残らずもぎ取られていた。銀行から帰ってきた新吉は、寺の門を入ると、すぐに柿の梢の荒らされたのに気がついた。時が来て、熟しきって土に落ちたのとは違って、人間の手が無理にもぎ取ったためか、一層痛ましく見えるのであった。どうしたんだろう。みんな柿を取っちゃったのかしら。
出迎えたおときの顔を見るや否や、面白くない様子で聞いた。ええ、また子供たちが荒らしに来たものですから、お寺の人が総出で取ってしまったんです。若い坊さんがてっぺんまで登って、枝なんか惜しげもなく折って下に落としていました。言いつけ口をするときの早口で、おときは昼間の光景をつぶさに描写してみせた。渋を抜いて食べる気かな。これからすっかり葉の落ち尽くした眺めが何よりいいんだが、惜しいことをしてしまったな。暮れかかる縁側で、枝の折れ口の生々しく見える柿の木を痛々しそうに、未練なことを言っていた。彼の心には、村中に柿の木がたくさんあって、秋の今頃の美しいふるさとの景色が、絵よりも鮮やかに映ってきた。その郷里の家からは、タバコ屋の2階に曲がりをしていた独身時代にも、時々リンゴや柿をよこしてくれたが、今年は初竹としめじ竹を送ってきた。キノコを炊き込んだご飯は、新吉が子供の頃の好物だったと、兄嫁が代筆した母の言葉を書き添えてあった。まあ、私初竹ご飯なんて初めてですわ。どんなでしょう。松茸なら美味しいと思いますけれど、今晩すぐに炊いてみましょうか。粗い竹籠の中から溢れるように出てきたのを手に乗せて、おときは珍しそうに見ていた。11月の初めのしぐれの降った後の寒い日であった。炊き混ぜのご飯の香りはことに懐かしく思われた。そりゃ松茸のようにうまくはないさ。国の方にはそんな上等なものはありゃしない。初竹飯か。久しぶりで田舎に帰ったような気がする。お豆腐のおつゆが欲しいな。新吉にはいかにも晩の食卓が楽しみらしく、勤めに出て行くにも張り合いのある姿だった。おときはそれが嬉しかった。格子の外に出て、敷石の上に靴の音が聞こえたが、新吉はまた戻ってきた。あの初竹だのしめじだけね。ずいぶんたくさんあるからお寺の人にも分けてやろうじゃないか。国から来たものですって。わざわざ言いに来て、おときのうなずくのを見て言った。夕方、新吉は、ああ、今日ほど忙しいことはなかった。すっかり疲れてお腹も減ってしまった。初竹ご飯が待ち遠しいな。靴を脱ぐ間もそんなことを言っていたが、そうすぐとはいかないと聞くと、手ぬぐいを下げて湯に出かけた。めっきり日足も短くなり、かなり遠い湯屋から帰ってくる道では、湯上がりでも肌寒く感じるようになった。昼間仕事の立て込んだためにすっかりくたびれたのが、湯に入って一層空腹を感じた。宵闇の中を歩きながら、ねぐらに騒ぐ鳥の声を聞いて、この季節に著しく感じる澄んだ寂しさが腹の底まで染みるのを知った。うちの明かりの障子に映るのを見たときは、新吉の心は喜びに震えるようだった。
あったかい初酒飯の湯気の立つのをふうふう吹きながら、ふるさとの秋の慌ただしく暮れて、早い初雪が来て冬ごもりの季節となる頃を、涙ぐましいほど懐かしく思い出した。私初めてですけれど、美味しいわね。おときも初酒の淡い香り。滑らかなようでシャキシャキする歯触り。噛み締めるとどこかに土の冷たさを含む味を褒めた。今朝出がけにそう言った通り、お寺の人にも分けてやったかい。ええ、お寺の奥さん大変喜んでいました。それでね、お移りの印だって柿を持ってきてくれましたよ。柿？それがおかしいんですよ。庭の柿なんですって。あんなに渋い渋いと言っていたのにどうしたんでしょう。私たちが取るといけないとでも思ってそんなことを言ったんじゃないでしょうか。そうかもしれない。なんて憎らしいんでしょう。そんなこと言わなくたって取りゃしませんわね。ここに引っ越してきて以来、何遍大黒の口づから聞かされたかわからないのを思い出して、おときはしきりにいまいましがった。ああ、食った食った。久しぶりで本当にうまかった。初酒飯なんて田舎めかしいものを食うと、親父やお袋の顔が目に見えるような気がするな。番茶のほうじた香ばしいのをすすりながら、新吉は満腹して重たい体をもてあつかうように食卓に持たせかけ、おときの顔を見て笑った。すべてのことに満ち足りたとき、おのずから浮かんでくる微笑だった。私も本当にいただけちゃったわ。混ぜご飯は食が進むと思って今日は余計に炊いたんですけれど、この通りですわ。お鉢の蓋を取って傾けてみせると、中はカラカラになっていた。台所でおときが食事の後始末をしている間に、新吉は縁側の雨戸を閉め、銀行の帰りに買ってきた夕刊を丹念に読んでいた。水底のように冷たく青い月の夜で、庭の木には心あるものが強いて沈黙を守っているような静けさで、すくすくと空に裸の枝を伸ばしていた。その静けさは、雨戸を閉め切った部屋の中までも染みてきた。台所で水を流す音や、瀬戸物の触れ合う音が耳に入ると、新吉は読んでいる新聞の記事が頭に入らなかった。そこで働いているおときのお腹の中に、子供が生育しつつあるということが、妙に頭にこびりついていた。一人の女が自分によって子供を産むということが、不思議の念を交えた期待で心の底をくすぐっていた。あなた、うたた寝なんかして風邪をひきますよ。いつの間にかこくりこくりやっていたのをおときに起こされて、新吉はくしゃみをしながら身を起こした。ほらご覧なさい。もう風邪をひいてしまったんですよ。と、たしなめて、長火鉢に炭を継ぎながら、おときは眉を潜めた。今日は芯が疲れたんだな。こんな時は早寝にしよう。本当に風邪なんかひいてはバカバカしいや。
それがいいわ。夜はすっかり寒くなりましたからね。二人は長火鉢を両方から差し挟んで手を温めた。何気ないふりをして、新吉は妻の柔らかい手に自分の手の甲をちょいちょい触れてみた。ほんのわずかな浮いた心が、ひっそりとした秋の宵の澄んだ心境の表面にさざ波を立てた。あなた、柿召し上がってみない？お寺でくれたのかい？食べてみようか。本当に渋くなかったら随分おかしいわね。おときはいそいそと台所に立って行って、塗り盆の上に4つ乗せてある柿に包丁を添えて持ってきた。つやつやした果実の肌は、明かりのもとに曇りのない色を光らせた。スルスルと、おときの指輪の光る指の間から、細く長い皮が垂れ下がって、水気のある肉はあからさまになった。それを四つに切って新吉にも勧め、自分も口に入れた。渋い渋いと聞かされていたので、はじめは用心深く歯を当てたが、すぐに甘い汁が舌を浸した。どう？ちっとも渋くはないわね。うまいや、いい甘みだ。歯にしみる冷たい甘さをかみしめながら、二人は笑みを取り交わした。やっぱり私たちが取って食べると思って、わざと渋柿だなんて言ったんですわね。バカバカしい大黒の朝知恵を忌々しく思うのを通り越して、わだかまりのないおかしさを感じた。うまいな。それには返事をせずに、新吉は自分で包丁を取って別の一つを剥き始めた。四つの柿はすっかり皮と種になってしまった。二人の舌には果物のみが持つすがすがしい味が残っていた。何の不満足もない瞬間だった。妊娠しているという事実が心をそそるためか、この頃妻の姿がにわかに生めかしさを増してきたように思っていたが、今もその感じが鋭く襲ってきた。新吉は火鉢の上で妻の両手を軽く握った。ほてりのために手のひらはすぐに汗ばんだが、霜の多そうな夜で背中や膝は冷たかった。崖の下の町の方でしきりに犬が吠えていたが、それが聞こえなくなると、シーンとした雨戸に月の迫るのを感じるばかりだった。どこで泣くのか、風邪をひいているようなコオロギの声が聞こえた。いつもこの部屋に並べて敷く二つの布団を一つにしたいような夜であった。新吉があくびをすると、おときもつい誘われて、なるべく口を大きく開くまいと努めながら、とうとうこらえきれなかった。目の縁を赤くしながら、夫の顔を見て首をかしげて微笑した。